今回の動画は家庭でできる瓶詰め真空密閉で食品を常温で長期保存する方法をご紹介します。トマトソースなど多めに作っておいて瓶詰めしておけば常温で長期間保存できますよ。ロサンゼルス在住の元料理人がお届けするお料理エンターテインメントチャンネル、ロサンゼルステーブルへようこそ。今日は特別にトマトソースをたくさん作ってみました。トマト缶がセールになっていたのでたくさん買い込んだので少し多めにトマトソースを作っていきます。普段はこのトマトソースを冷凍して保存しているんですが、使いたい時にパッとすぐ使えないんですよね。なので今回は瓶詰めにして常温で保存する方法をご紹介します。しっかりと煮沸して真空密閉した瓶詰めにすることで食品を常温で長期間保存することができるんです。そうすればソースを解凍する手間もいらなくなりますし、常温で保管できますので冷凍庫のスペースも必要ありません。まずはさっとトマトソースの作り方をご紹介します。オリーブオイルでニンニクを炒めて、ニンニクの香りをオリーブオイルに移していきます。そこにみじん切りした玉ねぎを炒めていきます。今回は 800g のホールトマト缶を2つ使ってトマトソースを作ります。トマト缶は先に大きなボウルに開けて手で潰しておきます。今回はトマト缶を使っておりますが、フレッシュのトマトを使っていただいてもとっても美味しいトマトソースができると思います。作り方は基本的には同じなので参考にしてみてください。玉ねぎをある程度炒めたらトマトを加えます。そして軽く煮込むだけ。トマトソースの準備はこれで完了です。お好みでバジルなどのハーブを加えたりしてもいいと思います。ではトマトソースを煮込んでいる間に瓶詰め用の瓶を用意していきます。このような保存瓶がたくさん入る大きめの鍋をご用意してください。蓋を外した保存瓶を鍋に並べて、瓶がしっかりとかぶるくらいのお水を入れて火にかけていきます。この時のお水は常温のお水を入れてください。保存瓶は急激な温度変化に弱いので割れてしまう可能性があるので、お水の状態から徐々に熱してしっかりと沸騰させて、沸騰している状態を保って約10分ほど加熱していきます。一般的に80度以上のお湯を10秒以上かける方法を熱湯消毒と言い、80度以上のお湯で10分間煮沸することを煮沸消毒と言います。お湯をかけるだけの熱湯消毒はとっても手軽なんですけど、今回のように食品を長期保存する場合は煮沸消毒の方が安心だと思います。蓋の方は火を入れすぎてしまうと変形してしまう可能性があるので、お湯が沸騰してから6、7分ほど経ってから約3、4分ほど加熱してください。しっかりと煮沸させて保存瓶に付着している雑菌を煮沸消毒していきます。しっかりと煮沸消毒したら、このようなキッチンペーパーをご用意いただいて、火傷しないようにトングなどを使っていただいて水気を切ってキッチンペーパーの上に置いて乾かしてください。このように保存瓶の口の部分を下にして自然乾燥させたら煮沸消毒の完了です。ちょうどいい感じにトマトソースも仕上がってきましたので、早速瓶詰めしていきましょう。このように食品を瓶詰めしていく際にはソースが出来たての状態でなるべくすぐに瓶詰めしていきましょう。理由としては食品の保存性を最大限に高めるためです。熱いトマトソースを瓶に詰め、適切に密閉することで熱による滅菌効果が得られます。ソースが冷めていくと徐々に細菌やカビなどが増殖してしまいます。ですのでソースが熱いうちに瓶詰めするのが理想的なんです。今回はこのように小さめの約 200g 分のソースが入る瓶が2つ、そして大きめの約 450g 分のソースが入る瓶を2つに分けて瓶詰めしてみました。ソースを瓶に詰める際のポイントなんですが、
瓶の上約2センチくらい空間を空けておいてください。これはヘッドスペースと呼ばれていて、これからさらに瓶に熱を加えて瓶の内部の空気を抜いていく作業を行っていくのですが、熱を加えることで瓶の中のソースが熱膨張します。瓶いっぱいにソースを詰めていると、ソースが熱膨張した際に蓋が外れてしまう可能性があるため、適切なヘッドスペースを取っておいてください。そして軽く蓋を閉めておきます。まだこのタイミングでは蓋の内部が真空になっていない状態ですので、空気が入っています。瓶の蓋の上部を指で押してもらうと、こんな感じでペコペコと音がします。これから瓶の内部の空気を抜いていく作業を進めていきます。お湯が入っている鍋にゆっくりと瓶を沈めていきます。この時に瓶の蓋の上まで完全にお湯に浸かっている状態ではなくても OK です。できれば瓶の3分の2以上がお湯に浸かっている状態にしてください。トマトソースの場合ですと約30分ほど熱処理をしていきます。30分しっかりと煮沸した後に瓶を鍋から取り出して室温で冷まします。完全に冷めると蓋がへこみ、瓶の内部が真空状態になるんです。蓋の上部を指で押していただくと、煮沸前はペコペコと音がしていたと思うんですが、完全にへこんで音がしなくなります。これがしっかりと空気が抜けているサインです。どうして煮沸することで瓶の内部が真空状態になるのかというと、瓶を加熱すると瓶の内部の空気と中に入っているソースが膨張していきます。膨張すると空気が蓋の隙間から抜け出していきます。その後瓶が冷めていくと、膨張していた空気とソースが徐々に収縮していきます。すると一度抜け出した空気が瓶の中に戻れなくなるので、結果的に真空状態になるのだそうです。瓶の内部を真空状態にしておくことで、空気中の酸素や他のガスが食品に触れるのを最小限に抑えてくれるため、食品の保存性が高まるんです。酸素は食品の酸化を促進して、食品の風味や色の変化を引き起こすことがあります。また真空状態にすることで細菌やカビの成長を抑制するのに役立ちます。これらの微生物は増殖するために酸素を必要とすることが多いため、酸素が限られることで活動が抑えられ、食品の腐敗が遅くなるんです。その結果保存性が高まり、食品が長持ちするようになります。一般的にはしっかりと瓶の内部が真空状態になっていれば、常温で数ヶ月から1年くらい長期保存が可能になるんです。食中毒がとっても怖いので、手順を間違えないように、そしてしっかりと瓶の内部を真空状態になるように気をつけて瓶詰めに挑戦してみてください。今回は自家製のトマトソースを瓶詰めにしてみましたが、他にもジャムやマーマレード、ピクルスなども瓶詰めにして長期保存が可能です。この動画がお役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してチャンネル登録をお願いします。それでは次のお料理でお会いしましょう。